名古屋市で開かれている日本と中国、韓国の環境大臣会合で伊藤大臣は東京電力福島第一原発の処理水放出について安全性を訴え改めて理解を求めましたこれに対し中国の孔順州生態環境省は処理水を核汚染水と表現し隣国などの利害関係者と十分に協議し責任のある形で処理するべきだと主張しました